久保さん、南の帝王、いいっすね、やっぱね。今日は南の帝王美ですね。ずっと見てますね。でね、あの、沢木の親分いるじゃないですか。玄ちゃん、悪いね。俺が紹介したばっかしに。いや、僕の一存です。っていうね。まあ何が言いたいのかっていうと、まあ結構このね、やりとりあるんですよ。でも、南の、まあ真田銀次郎はね、 あの、いや、ぼ、俺が貸したんで、俺の責任だと。まあ、親分には、さっきの親分には、また関係ないと。俺が判断して、俺が貸したから、何も悪くないと。これね、結構あるんですよ。でもどうでしょうかね、一般の人たちって。ね、久保さんが紹介した、以前ね、久保さんがね、あの、500万ぐらい払ったんだよね。例のやつね。いや、俺、すごいなと思いましたよね。 ねお前が紹介したからダメなんだ、みたいな。<laughs> で、で、ねもうもうやんない言うてましたけど、500万入金した、みたいな <laughs> なんかそんなようなを言ってましたけど、ねまあ確かに紹介はするけれども、買ったのは誰やねんって話ですよね。買ったのは誰やねんと。<laughs> ね、そこに金突っ込んだの誰やねんと。<laughs> うん、なんでね、まあ、ほとんどの人がその、 自分で責任を負えないんですよ。で、自分で責任を負えないんだったら何もやるなっていう。申し訳ないんですけど、自分で責任を負えないんだったらずっと会社で働いてください。会社で働けば会社が責任取ってくれますから。だから自分で稼ぐっていうことをもうやめてください。自分で責任取れない場合は。いや、本当に。もうこれね、もう、それに尽きると思いますよね。自己責任で全部できないんだったら、もう会社のせいにできる、その、 世界で生きてください。申し訳ないですけど。で、その会社の、会社のね、給料に不平不満言ってね、あの、言ってね、なんかその自分でお金稼ぎたいんだったら全部自己責任でやれと。だってそれがビジネスの世界ですから。うん。だからまあ、みんなやっぱね、なんか甘いっすよね。<laughs> なんか <laughs>、やっぱその、まあちょっと言葉はきついし、あのね、 あの、バッといっぱいつくかもしれないですけど、うん、なんかそれに文句を言うんだったら、じゃあ自分の全部の責任で生きてみろよっていうね。もうそれ2曲ですよ。で、それに文句言,言えないんだったら、自分の責任で生きれないんだったら、自分の,自分の責任取れないんだったら、会社で、会社で、会社で、あの、会社の給料で、アルバイトして、派遣社員して、従業員で働いてくださいよ。 あなたの責任は会社が取ってくれてるんですよ。給料安いかもしれないけど、責任全部取ってくれてるんですよ。あなたが仕事できない時も、給料払ってくれてるんですよ。あなたが辞めるリスクもありながら、給料払ってくれてるんですよ。会社は。あなたがどっち組んでも、最終的に会社がケツ拭いてくれるんですよ。それは給料安いですよ。それは給料安い。<laughs> ね。 この、さこの前アンケート取って、あの、お客さんの中でね、なんか、なんか会社で失敗して、で、なんか一社潰したらしいんですよ。<laughs> 取引先がどっか。で、すげえ大きなミスですよね。会社潰すほどのミスですよね。だけど、あの、自分はリストラにならないっていうね。<laughs> すごいですよね。うん。なんで、まあ、ま、ああの、 申し訳ないけど、自分で稼ぐことを諦めてください。自分で責任取れないんだったら。マジで。うん。いってらっしゃい。